2014年に開催された第137回秋田県種苗交歓会において、主会場の男鹿市総合体育館に設けられた入場ゲート。上部中央には、秋田のあの字とわかめを図案化したシンボルマークが掲げられている。秋田県種苗交歓会とは、秋田県農業協同組合中央会が主催団体となり、秋田県で毎年秋に開催されている農業イベント。もともとは手作りの作物や種子を持ち寄りお互いに見せ合い、交換することを目的としたイベントであったが、現在ではそれに限らず、農業に関連する様々な展示、販売等も行う総合イベントとなっている。1878年11月29日から1週間、秋田県南秋田郡八橋村の県営植物園で石川力之助が中心となり、農作物の種子を交換し合うイベントが開催された。このイベントは種子交換会と名付けられており、これが現在の種苗交換会の原点であった。当時の秋田県産業の中心であった農業には、課題が山積みだった。乾燥法の不備から腐れ米と呼ばれる稲の腐敗がたびたび生じ、市場における秋田米の評判を落としていた。また、桑、菜種、果樹などの商品作物の発展、西洋技術の導入、在来農法の改善などが官僚行政の課題として注目されていた。その時の県令であった石田英吉は、各地の老農層の知恵と経験を生かし、これらの課題を解決するために、1878年、全県45名の老農を官業係に取り立てた。その中に、老農の代表である石川力之助もいた。続いて、秋田県官業課長だった、飛田呂一が主催し、秋田市の清志願寺を会場にして、第1回の官業会議が開催された。その時、由利郡平沢の佐藤九十郎から、種子交換の見込み書が定義され、これを、飛田会頭が採用し、種苗交換会が開催されることになった。第1回目の出品数は、稲65点、大豆19点、小豆6点、粟14点、その他合計132点であった。出品者は、自分の作物と比べて優れているものには、交換希望の入札をした。その数は564人にも達した。種子交換会は、会を重ねるごとに発展し、1882年には、水筒566点、全体で1752点もの数が出品されるようになった。この年から、名称も現在の種苗交換会に改め、官業会議を合体させ、農民たちにより役立つように運営された。順調に推移した種苗交換会であるが、財政負担に悩む県は各年開催を打ち出した。この時、農の祭典を毎年開催すべきであると主張し、それを自力で実行したのが、石川力之助を中心とする、力官農花試練であった。この組織は、1878年、県が任命した、官業御用係の4老農、大館の岩沢太治平、秋田の長谷川健三、雄勝の高橋昌作、湯沢の糸井茂助を中心に、翌1879年に、おっとれ、道を学ぶにともなかるべからずの首位で設立され、石川力之助が、最主であった。その後、交換会は、明治30年、1897年代に、秋田県農会の手に移され、明治40年には、開催地として、県内各市町村が持ち回りで引き受けるようになった。これ以降、種苗交換会は、昭和恐慌や太平洋戦争などの困難を乗り越えながら1年も休まずに開催され、伝統を守りながらも、他の関連行事をも巻き込みながら、秋田県最大級のイベントとして、発展継承されてきた。開催地は、秋田市北秋から、横手市の城山本仙北数の雄勝由里と、ほぼ10年ごとに秋田県の各地区を巡ってくるようになっている。例年、新国感謝農民祭とともに開会。農業功労者の表彰と農産物の審査発表が行われる。会期末には、交換会関係者の仏古社追悼会が営まれて、最終日の宝生授与式によって閉幕している。農業機械の展示販売、植木苗木師、物産販売なども行われている。ありがとうございます。